サスやサンゴ礁により、外目から隔てられた水深の浅い水域のことである。ラテン語のラクナがイタリア語のラグナを経て英語に入った、もので、主として、セキコとシ章コの二通りの意味で用いられる。方、セキコは、湾が、サスによって、外目から隔てられ故障化した地形のこと。サスの成長段階によって、完全に外海から隔てられたものと、ごく狭い水道により、 外目と繋がっているものがある。多くの場合、ラグーンは塩湖である。日本では北海道のサロマ湖、フーレン湖、秋田県の八郎型などがラグーンの恒例。日本国外ではアメリカの東海岸やメキシコ湾岸、フランスの地中海沿岸やイタリアのアドリア海沿岸などにラグーンを見ることができる。証拠は産後礁によって形成される地形の一つであり、 保障や干渉において、珊瑚省や珊瑚省からなる当初に囲まれた海域のこと、リーフラグーンとも呼ばれる。もともと火山島や陸地を取り巻くように形成された、巨匠がプレートテクトニクスや侵食などにより、その火山島や陸地が一部、または完全に水没した後も珊瑚省の発達が続くことで形成された。日本の 主なラグーン関湖北海道東北関東中部近畿中国四国九州省こ地理羊毛研究会編地理羊毛集エビ教養山川出版社2014年10月25日 ISBN 9長7846億3405万4264ありがとうございます